真っ白な雪が降り注ぐ僕らは水面に小舟を浮かべて静かに頬を描く波紋を壊すように行くべき場所へと怯えて震えているのは荒れ狂う風の冷たさなんかでもなくて大空に旅立つことに焦がれてる自分だってそう気づく。ああ凍えそうの闇の中振り向かず出てるのはまばたく瞬間に流れ込むあなたのぬくもりがあるから何も言わずに抱きしめ合おう二人夢の中でいつまでも消えることのない Our Lady of the Night Our Lady of the Night ざわめく街の現実は僕らを容赦なく刻んでゆくから砕けたガラスの心でまた誰か傷つけてしまう。この耳を塞いだのは聖なる彼の音が鳴り響く幸せの歌を聴きたくて果てなき空に舞い踊る雪きらめく一筋の光に包まれて鼓動を重ねて抱きしめ合おう永遠を彩るよ Our Lady of the Night 歴史無比だ美しきこの星の片隅で震え上げて許されるよね出会うため誰もが生まれたなら傷つけ合うことも憎しみも消えることのない愛しさも辿り着けなくても時の狭間まで心のままで二人夢の中へ終わりなき旅の理由を探してる僕らの空に舞い踊る雪きらめく一筋の光に包まれて青く揺らめく燃える想いを不安に祈るようにいつまでも消えることのない心のままにあなたと共に Our Lady of the Light Our Lady of the Light
ちふりするワーキンマン天下生きてめの人生背負う気はないないどうしてそんなの誰かの子ってまだ取られよフリーズしたのは希望に炸裂やったったったたまにはてめえの頭で感動のカモンシェイク素晴らしい休日でそのペルラドレイだけは本当は俺だって存在だけは本当は夢を見たい Wow 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 無限の果てで Wow 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 君と繋がれ Wow wowを知る者は、共に座右の銘
だってるだってるなるだつだるだだってるだったつだるだつだるだの答えを探したって見つかるはずないだろう。シラフジャツライトの目の目の今夜はバイクで Oh yeah 何を知る者は世間を愛してるんだぜ。何を知る者は友が座右の銘だぜ。だってるだってるだるだつだるだだってるだったつだるだつだるだ。エヴァリがいれば世に従ってロックンショーを愛も変わらずの今ジャージをエヴァリだが楽しげの笑いやをもっと入れちゃって1,2,3,4 です。黒田道博のレディオファントム。皆さんこんばんは、黒田道博です。週一 TV ファントム始まりました。今日はですね、お昼からですね、小野さんと我がちゃんと3人で、写真展&まあ、ライブができる会場候補をちょっと視察してきたんです。何件かしてきたんですけど、まあおしゃれなとこ、ほんと場所言っていいよね。まあ、候補なんでどこ使うかはまだ決まってませんが、表参道じゃなくて原宿と代官山ですね。まあ住所的にはどうなんだろうな、うん、まあでもすごく人が多い人気の街にある、いいスペースだったんですけども、なかなかね、やっぱね、こう俺らリクエストはいっぱいあるんですよ。皆さん引っ越しの時と同じようにね、コンビニが近いとかね、トイレ風呂別々とかいろいろあるじゃないですか。まあ僕らには僕らのこだわりがあるんですけれども、まあそれがパーフェクトなものはね、まあ、なかなか難しいですけど、まあ今回、見た中ではまあいいのはねありましたし、この後も実は見に行くんですよ。はいね。でその前にね、我がちゃんと2人で立ち食いそばに寄りまして
美味しくもない立ち食いそばで。はい、それでは普通オーターです。さいだちゃんですね、ありがとう。2004年頃から愛用しているシャンプーなどのアジエンスが3月で製造終了してしまいましたと。そうなんですか、アジエンスね。同じメーカーの別の商品を選ぶか、かっこ顔なのでエッセンシャル、全く違うメーカーの選ぶか、最終的にはこの2択になるわけですが、とりあえずまだ見かけるうちは買っておこうと思って、21日現在でシャンプー&、シャンプー8袋とリンス7袋お大丈夫じゃないですか。でトリートメント8本はゲットできたので、なんとか23年は平和に過ごすことができそうですとちなみに3年間日持ちがするそうなので、まだまだ買うかもしれません。黒田さんは20年ぐらい毎日使っていたものが先月製造終了したことを知った場合、どんな行動、似てるタイプですか。何もしないですあんまりねこだわりないですけど、そういうので、まあ、シャンプーもね別に今使ってるやつから買われって言われたら買われますし、あとあれなんですけど、皆さんタバコ吸う人、値上がりするちょこちょこ値上がりして、値上がる前に買いだめする人いるじゃないですか。俺あれすごい嫌いなんですよ。なんかタバコってよく売れてる、自分が吸うタバコの銘柄のよくそれが売られてる場所で買った方が僕絶対いいと思ってて、で僕は自分が買うところはもう決めてるんです、絶対。まあ仕事場行ってどうしてもっていう時は別のとこ買いますけど、なるべく自分家の近くでタバコを買う時は同じ場所で僕が回転させるっていうか、そう、まずいんですよね、古くなっちゃうとね。でもまあこんだけシャンプーリンスあればいいんじゃないですか。まあそれとまあ試しですけど、違うメーカーのものを今この在庫あるうちに一回買っといて、買ってみてそれ一回挑戦するっていうのもありだと思いますよ。やっぱ違うなみたいなこの判断できたら、はい。アイリンちゃんですね、普通を。先日クロリの写真展ライブの時に撮影されていたテレビね、はい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 。昨日4月20日の夜9時から特捜9第3話の放送で国立音楽院で撮影していた場面が映りましたと。きっと喫茶店での、聞き込み程度で大して映ってないんだろうなと思っていたら、なんとセミナーに潜入的なお話で意外とたくさん映ってました。しかもバイジャクさんではなく命と畑さんでした。はい、写真展の会場入りの時にちらっと横目で見てたのですが、エキストラさんと今回の準主役的な女優さんしか見れず残念です。はなるほど。なんかねうちのね近所のねあのねマンションみたいなところもねよくね撮影使われてるな、何のドラマかわかんないですけど、僕はどうしてもあれですね、なんかすごい好きなタレントさんがもしドラマの撮影しててもやっぱもうなんか見ないですね早くもう消えようみたいな感じになりますし、でも芸能人さん見かけるとまあ多いですけど、まあお話は声もかけないしサインとか写真もないですけど、そんな、この間はちょっと嬉しかったのは、東京03の真ん中の人、名前なんだっけ、突っ込む方、人リーダーっぽい人、角田さんじゃないわ、角田さんはメガネじゃなかったっけ、その真ん中の人もがこの間こうやってジュースを飲んでたんです一人でおおと思って、俺かっこいいなんかと思ってそうそういうのはちょっと嬉しいですけどね。はい、ということで今日の1曲目です。マヨリスーパースターです、どうぞ。
い風に前髪をかき上げて、お前はどこまで行く、この空が果てなきことをして、腑に落ちることもない釈然ともしないようにうんざり、ガラス箱の目を開けて Wake up to the light My only superstar、僕が僕を追い越して行け、高すぎるシャドウときめきに try、 その最初ボールはこれからじゃないの、せいせいだろう、水玉はい、聴いていただいた曲はマヨニースーパースターでした。はい、まあ、新しい基地を探すっていうのはなかなか難しいですし、今まではまあ大野さんが見つけてきてくれて、で、まあ、僕も実際今回足運んでね、やっぱ難しいのはこう部屋なりだとか床なりとかもそう、まあ、音楽やる以上は1個目のとこはね、まあまあなんかそこのスタッフさんも良かったですし、まあ、使えるかなっていうところもあり、2軒目は、まあ、ちょっとスペースちっちゃいんですけど、まずそこの場所を見学できるのにダブルブッキングされてたっていう、他のチームの人がめっちゃ5人6人ぐらいいて、まあ、いいんですけど、まあ、そこはじゃあなかなか厳しいですけど、でもこのまあ、TV ファントムハピバ収録後にもう一個
行くところが僕がいいんじゃないかなってちょっとそもそも言ってるんで、まあ本当に良ければいいなっていう感じですけど、うん、はい、楽しみに、はい、しててくださいよ。それではぼっちアニバーサリーの感想とクロッペ下北、はい、じゃあクロッペ行こうか。佐藤ちゃんです。はい、ありがとうございます。あまりにも大胆な改装に驚きました。会場ね、フーチークーチー、はい、フーチークーチーもうあれ改造したから3ですかそうなんですよね、まあ、来たことない人にちょっとなかなか説明するの難しいんですけど、木の床の普通の四角の、まあ、お店飲み屋さんライブができるスペースがあって、その奥に木の床のあそこなんていうのテラスじゃないし、ウッドデッキの、まあ、ちょっと増築したようなスペースがあった。でそこで、まあ、物販もやったりとか、あとは僕らの控え室みたいな、うん、と作ってたんですよ、そういう風に。なんだけどそこのスペースがごっそりなくなって、もう そっから四角い敷地のもそっからはもうテラスになってて、もうお外なんです、うん、まあでもこう歌ステージ上がって歌ってる分にはさほど変わりはない見た目は、うん、そうで、これでクエさんたちは夏場熱い思いをしなくて済むのかな、新たな楽屋待機場所どんなんだか分かりませんか。そうなんです、それがね今問題なんです、はい、うん、これはねほんとスペースあるんですよ、そのビル自体のスペースあるんですけど、使えるか使えるか使えないかはその日もうその時次第っていう、だからもし楽屋がなかったら僕は別にどこでも控えられますけど、まあね馬場さんとかにちょっとじゃあ向かい あのドッグカフェみたいなところで控えておいてくださいっていうのも申し訳ないじゃないですか、はい、で久しぶりの下北のクロペ良かったです。ネルフラップのイントロドア玉がこれ何の曲ってドキドキするくらい変わりようで素敵さに驚きました。続々のかっこよさにやられデカダンスむちゃくちゃ良かったよと。そうなんですよね、その前にアピアで馬場さんと3人でもう幸せの糸とデカダンス、あの時は林道かやったんですけど、でそのこの間ペイちゃんとやる時にまあ皆さんが好きだって TV ファントムでね、イペイちゃんのデカダンスが好きだっていう声結構多かったりもしたし、まあや、まあ、この連続でやってもなぁと思って、でも幸せの糸も入ってたんで、まあ以下でも2人でやるから全然違うわなと思ってで突っ込んで、まあそのそうかそうやったのかな、この3曲、はい、で最後の言うとても良かったしみじみ、曲も MC も笑いクロペならではの空気感が心地よくすごく楽しかったです。そしてこれまた久々の生 TV ファントム荒井薬師思い出すななんて、はい、池尻より荒井薬師の方が思い出深いです。なんとなくまた機会があればやってほしいですという、薬師はもうどうなってんだろうね、あそこね、あの撮影行った時が最後だから、うん、もうないのかな、あそこも。だから今日もうほんと渋谷区あたりをさ、まあど真ん中で駅とかも走ってるわけですよ、車で。我がちゃん結構その渋谷計画みたいなの詳しいからそう聞きながら運転してて、うん、これ俺らが生きてるうちに完成すんの、そもそも。いや100年かかんの渋谷を、計画今立ててる計画通りに100年の一度っていうのは、あじゃあ知らなくていいやもうだってもうだからもう景色が変わるんですよ、その言ってたのは道はね変わってないから、まあ俺らまあ昔からしてる道を使っても分かるんですよ、どう行こうどこでも行けるんですけど、やっぱもう景色がここの違うから、あれって思いながら、で表参道なんかももうなんかねヒルズ初めて行きましたよ俺ドキドキしたわ、なんか、ね、荒井薬師もね、うん、どうなってるんでしょうね。
はい、あやちゃんです。クロペーね、フーチークーチーって印象がありますね。クロペーはあと雨の印象もあります。あ、そうですね。え、その日も雨降ってたよ。やんだけど、会場に入った時、フーチークーチーのスタッフの方が狭くなったんですよとおっしゃったんですが、ステージや客席の雰囲気が変わっていなくて心地よく楽しかったです。チェーンザマインドから始まることが多く、クロペーライブ、クロペーらしくてかっこよくて、じっと静かに聴いてるけど内心始まったってめっちゃ嬉しくなる一曲でした。ネルフラップ、この曲に限らずですが、一平ちゃんのピアノだと熱い歌になりますね。それがとても好きです。はい、あ、さっきもありましたが、ネルフラップ、まあ歌中はほぼ一緒なんですけど、まあ、イントロと感想、感想2つあるんですが、まあ、1個目の感想は一平ちゃんらしいネルフラップっぽい感じのそのままのソロで、2個目の感想はもうゴロッと変わった、もう映画のシーンがもう変わるように、世界が変わるように、新たなページが開くような、もう全く違う世界観連れて行かれるような感じ、イントロもですけど、まあ、すごい良かったんですよね。で、僕もネルフラップちょこちょこ一人でギター弾いたりとかするんだけど、なんか今回は一平ちゃんのピアノだけの方が絶対いいなと思って、ピアノと歌だけのネルフラップを届けられたんで、次回まあ機会があれば和さんトリオでやる時とかね、バビちゃんのギター、ありで、また感想とか変えてみたら絶対面白いなと思うし、はい、ね、イペちゃんのピアノファン多いな、ね、サイタちゃんですね。配信で2人でやるのは初めてのチェーンザマイ、あ、ちゃん、ごめん、キャノンボール、あ、そっか、本当正しかったんだね。俺もやってたと思ってた。イペちゃんはやったことないっすよみたいなこと言ってたから、はい、馴染みのギターのメロディーがところどころくなくたってバッチリこの曲の空気感が出ていたので、クロペすごいって、あ、そう、レロレロレレロレロレレロレロレロレレレとかね、まああれギター一本じゃね、やっぱ大変なんですよね、コード感も出しながら、2番の後の感想のテンポを落としたところとかアドリブだったのかな、アドリブです、あれ、はい、そうですね。この日のライブでパフォーマンスのキレの良さと表情の組み合わせが抜群に格好良かったなと思ったのが、幸せの糸の右も左もの時の指の刺すシーンでした、はい、他のライブでのそのシーンを見たくなって、ABC の映像を見直してみたら、そのいつの頃からかファンから見た側に合わせて指を刺す順を改造してたことを分かって、気づくのが遅くてごめんなさいそうなんですよ、別にまあそのみんなのためにという、まあそうだな、でも間違える時もあるんですけども、右も左もって俺から見てる方と皆さんから見てる方とやっぱ逆になるんで、そう、でもあれってもう頭が冷静な時しかこれでジャッジできないんで、俺グワッてあーってなってたら多分間違えると思いますな。この間はね、本当になんか歌ってて面白かったんですよ、で、ギターありのスチール撮影をするならの話の時に、黒田さん控えめな表情でギターを抱きしめるポーズとかするのかなと思いながら見ていたら、全くそのポーズはできてませんでしたね、あ、出てきませんでしたね。ギターを持ってる人のあるあるポーズだと思っているのですが、黒田さん過去にやったことありますか。ギター持ってスチール撮るってなかなか、まあ、海外ロケとかでね、そのミュージックビデオを持ってる時に、とカミングバードの時とかエレキを持って撮影したし、あとアコギとかだったら、一番最初だったらルート66とかでね、あのオレンジのグレッチ持ってとかは覚えてますけど、なかなかあんまないですけどね。難しい、やっぱギター持ってね、こうやるやつとかでしょ、ね、こうやってもなかなかね、決まる人と決まらない人いるし、突っ立っている方がかっこよかったりすることもあるんでね、はい、では、ぼっちライブね、ぼっちライブね、頑張りましたよこの間ね、ほんとね、
サイタちゃんですね、ぼっちアニバーサリー、まだ8ヶ月ありますが、今年一番のぼっちライブでした。ハートから雪桜までほぼ泣きながら見ることになろうとは。あのね、振り返りながらね、この3年間ちょっと振り返りながらやってたんですよね。そのハートもなんだっけ、つなぎ歌じゃない、歌つなぎだっけ、なんかそういうね、もうコロナ出た本当初期ですよ、つながったミュージシャン同士で歌をつなげていこうっていう企画があった時に、で僕がハートやった、 家でやった時に、まあ、バビちゃんが乗っかったりとか、いっぺちゃんとかみんなが乗っかってくれたりとかしたんですけど、でそこから雪会えない時間、雪桜作ったりとかっていう話をねちゃんと してたんですけど、黒田さんからしんどかった話を聞くたんびに、毎回そんなんだった気もするけれど、今年はこういうライブがあったおかげで一緒にまた丁寧に振り返ることができて嬉しい気持ちもあったからなと。そうですね、うん、笑い話にはなっておりませんが、まあこの間はちゃんと冷静に本当振り返れたんで、聞いてみたかったぼっちのスターティングオーバーは優しくて心地いいなと思ったので、これからも歌われる曲になるといいなと。ぼっちでギターで歌うのはこれも初の裸のダイヤモンドがいけつの、いけつ、そう、あのメド、見てない人分かんないと思うんですけど、メドレーがありまして、まあいろいろテーマがある、各テーマがあってその日何曲かやるんですけど、今回まあイケメン曲2回目ということで、いけつっていうのをつけたんです。で、イケツの中でぶっちぎりでかっこよくて、いつかフルで聴きたいと思いました。そうなんですよ、もうちょっと全部忘れましたけど、やった曲、あの前回やったイケメン曲じゃないイケメン曲をチョイス しようと思って、で初めて弾く、まあ、イージーバズーカーとかも初めてやったんですけども、で裸のダイヤモンドなんかファンクの曲弾けたらいいなとか思ってて、まあスカオーバーとかもあれですけど、前冗談でそのスリルバカンス弾けたらいいなみたいなことは言ってたりとかさ、ファンクがうまく弾けるようになって、歌自分の得意なとこ持っていけたら結構強いなと思って、で裸のダイヤモンド もうそもそもあれです、譜面なんて一回も見たことないなかったんです僕、うん、今日この間までその曲が誕生してから、うん、で初めて見たんですよ譜面を、で、あ、いけるかもと思って、でもダラダラスタダラッタってコードで書いてあって、結構カポしてたからちょっと忘れたけど、Em G Bb Ag みたいな、なんかそういうコードの動きなんですよ。でそれはダラダラスタダラッタって、まあ こっちが動かせればあいけるなと思って、最初家で弾いた時にあいけるいけると思って、それはうまくないですよ、うん、でそれよりも大変なのはダンダンダンダダンダンダダンダンってサビの最後、うん、デーシャープデーシャープデーとかシーシャープシーとかっていう半音動き、あれね譜面で見た時やっばと思って、これダンダンダンダダン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 って動くから、おやっばって、そのコードで見るとね、あれ、まあでも半音動いてるだけだなって思ったんですよ。で初めて家で全然全然全然あいけるわと思って、それがねマイオンリースーパースターの感想より、感想はもうずっと練習してたから、こう動くフレット制覇で、だからね案外簡単できたあそこ弾いて、家で弾いて、あ弾けると思ってでこの間はそうなんですよ、チューニング変えてメドレーだったので、もうチューニングをいろいろ変わったりとか変な音になったりとかもしたんで、ちょっとだけ変な音になってましたけど、まあちょっと全部いけるか今度トライしてみます。はい、ソロとかは弾けないよ、あんなのみたいなのは無理だけど、うん、で、すげえ優しい黒田さんのおかげで4ヶ月ぶりに坊主正解できて超嬉しい、ワイワイワイと。坊主と一緒に黒田さんが大好きだし、なんでよ
うん、最高だし、本当は何度でも会いたいって思ってるから、選曲されたスーパーファンタは私の気持ちととてもマッチしてるので、ものすごくいい思い出になりました。以前僕のスタイルじゃないと話していたイントロ的な、メロディーを弾きながらトークをするっていうのを、ファイターを歌い始める前にやっていて、そういうのを見れたのが嬉しかったし、やっぱり小屋さんがとても素敵だよって実際にやっている姿を見て思いました。3年間ありがとうございました。終わってるやんけ。あ、まあね、坊主に関してはまあでもね、年に1回でもいいので使ってくださいっていうコメントが前あったし、持っていこうって思ってたんですよ、そもそも。その日が収録日にでね、イラッときたのが、前日に大野さんから坊主持ってきてくださいって LINE が来たのが、もう用意してますけどとか。で、最後ね、そう、ファイターもそんな一人で僕やらないんですけど、なんか暑苦しいじゃないですか。で、ファイターの前にちょっと3年間振り返ったまとめみたいなことを喋ろうかなってぼんやり決めてたので、なんか喋ってて、でそこから、まあ、指がピューって動いて、そう、まあ、イントロのコードではないんだけど、そう、まあ、使われてるコードを動かしながらちょっと弾きながら喋ったっていうシーンが、ちょっと僕ね、今読むまでね、思い忘れてた、そんなことをやったの。ありがとうございます。大変だったなっていう感想はあります、自分の中で。かなちゃん、はい、ぼっちアニバーサリー感想です。とてもとても素敵なライブでした。 MC で聞けたこの3年間の話、メドレーイケトゥー、見どころ満載でした。名場面は初めてのスターティングオーバー、自分の語彙力を恨みますが、なんというか切実なのに優しくて、今の季節若葉のような気持ちのいい歌でした、とありがとうございます。そして当てにならない僕の天気予報は、歌詞がとてもよく聞こえてきて曲の理解が進みました、と。あと手紙の話も感動しました、と。私は黒田君に手紙を送ったことはないのですが、この投稿メールを私にとっては、黒田君の手紙なんだなと思いました。3年間歌ってくれてありがとう。これからも、頑張れます、黒田君の歌で頑張れますように、とありがとうございます。かなちゃんね、はい。天気予報はね、まああの、まあちょっとミスったんですけど、でもなんかぼっちをやりだした時よりまあまあ動かすいけるようになったなと思って、でまあ歌もちゃんと歌おうという意識でやれてたので、忙しいですけどね、もうフル回転ですけどね。さとちゃん、はい、ラスト。感想です。オープニングは笑いましたが、とても良きぼっちでした。何でしたっけ、オープニングにしても、あ、これか。大野さんが、そうだそうだ、私も笑った、びっくりした。あのパターンだ、一番66できなかった時に、あのウエストでこう取りに行った時みたいな感じの、そう、アピアさんの外からこう入ってきて、で俺が、まあ、寝てた客席でっていうね、はい。にしてもアピアスタッフがいないことにびっくりでした。そうなんですよね、アピアさんお借りしてですね、まあ、あのこっちが無理を言ったんですよ、あのまあこの3年間、まあ、リープ黒田チームの、まあ、実績信頼含めあるとは多少あるとは思うの で僕はちょっとあのほんとぼっちってあの自分家でボソボソってやっててる感じなのでみたいな、なんかあんまり人がいっぱいいるとやりづらいんでみたいなことを言ったら、そうなんですよね。で伊藤さんもいろいろ、まあ始まるまではね、いろいろと手伝ってくれて、そうそうそう、はい。多分アピアをあんな形で使う人なんていないからね、本当に。はい、このコロナ禍でのエピソードを加えて MC ではいろいろと思い出すこともあり、はい、特に雪桜は思い出深いですね、と。あの時期の大きな支えだったし、それだけに宮崎ではこっちもイントロから号泣でした、と。はい、メドレーも良かった、これバンドで聴きたいと。いや、あっという間に終わりますよこれ、最後のファイターむちゃくちゃ響きました、と。また頑張る、はい、今後も無理ない程度でぼっちやってくれると嬉しいです、ありがとう。まあぼっちは本当大変なんですけど、まあ結構前より
あの前さ、リランとかでさ、ぼっち見んの俺ほんと嫌いみたいなこと言ってたけど、なんか前よりまだ見てないですけど僕、録画もまあ見ないようにしてて、なんかちょっと楽しみですよね、振り返れるなっていう自分のプレーが、うん、何やったか思い出せないぐらい何やってたんだろうっていういろんなことをやってたんで、はい、ではでは、曲ね、クロペからですね。じゃあね、ネルフラッパーまだかな、引っ張るぜネルは、うん、チェンザマインド、もう、じゃあキャノンボールいってみようかな、クロペのキャノンボールと、ボッチはですね、スターリングオーバーもまだかなファイターもあれだな、ちょっとファイターを単発で見るのがちょっとここは、雪桜にしますか、ね、はい、ではその2曲です、どうぞ。
の途中今日はなぜだか白い指が打てる知らず知らずのうちに心に「人に会えない夜は何度も君のことを思い出す」「季節外れの光る雪桜が明日を照らして」「君と生きる」ことに決めたこの想いは風になり歌になって愛を込めて大切な君に届け新しい季節はもうすぐことに決めたこの想いは風になり歌になって愛を込めて大切な君に届け雪が溶けて名前呼んで君の手に触れるから So please don't you cry 泣かないでね飛び切りの笑顔を見せてもうすぐ会えるからもうすぐ会いに行こう本当は今すぐに
会いたい。ありがとうございました。雪桜でした。はい、聴いていただいた曲はキャノンボールと雪桜でした。ありがとうございました。それではラストのコーナーは遊園地系おすすめね。先週読めなかったんでね、はい、テーマパーク、はい、あんちゃんです。大分県のハーモニーランドにキティちゃんがいる遊園地があります。お、全部かわいいです。春休み行った時一人で乗り物に乗れて嬉しかった。そうかそうか、まだ乗れないものもあるからね。あ、かわいらしい、はい、大分県行きたいな。ほくろちゃん、はい、何年も行けてないですけども、ディズニーランドが好きだし USJ も捨てがたいですが、浮かんじゃったのが枚方パーク、はい、大阪のローカルな遊園地ですが、そう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 、枚方出身の、V6 岡田さん、そうそうそう、ひらパー兄さんね、CM されてて、ちょっと知られてるところですと。閉園早いし乗り物一個一個お金かかるスタイルで、微妙なところもありますが、木製のジェットコースターとか地味に怖い乗り物があったり、逆に楽しいかなと。子供の頃遊園地というと枚方パークだった、はい、そんなおすすめでもないですけど、あえて、まあ僕らは知ってますよね。佐藤ちゃんですね。黒田ランドが楽しすぎて、テーマパークや遊園地系はもう何年も行かなくなる。何でしたっけこれ、黒田ランドって絶叫マシン好きなのに、なので乗れるところによく行ってました。特に読売ランドのホワイトキャニオン、あ、大好きで何回も行きました。日本で最初の木製コースターだったかなと。今なら富士急、はい、こんななのでパタヤで乗ったシャトルは大したことなかったです。あ、僕はこの間富士口で言ってたやつかな、なんか、うん、あれも怖いよあれ、ほんと。テーマパークは USJ が好きかなと。と言ってももう15年近く行ってないし、この間かなり様変わりしちゃってました。時の流れが恐ろしい。ツアーの中日に行ったのが黒田仲間とワイワイ、スヌーピーも可愛かったし、ほう、映画も好きなのでその世界観がたまらなかったです。また行きたいな。今気になっているのが西武遊園地。西武遊園地ってハリーポッターでしたっけ、変わったの。それは豊島へ。あ、そっか、え、そっか。昭和の街並み、ああ堪能しまくりたいです。なんとなく速攻好きになっちゃいそうな予感。なるほど。 USJ もね、僕ね、入り口までだよね行ったのね。大昔インストやってわびちゃんと二人で行って、今でも覚えてるの、俺なんかズボンがずれそうになった現場だったような気がする。細いタイトな、ズボン履いて弾きながら歌ってたらずれてきたような記憶があります。その、その時しか行ったことないの？ないです。 USJ は行く機会ある？実家帰ってそうなかなか行かないよ。ディズニーランドさえもうほぼ行ってないのにね。ソラちゃんですね、はい、
ディズニーランドが大好きでおすすめですと、もともとママがディズニー大好きだったので、私が1歳の頃から年パス週1くらいでディズニーランドでディズニーシーによく連れて行ってもらいました。あとママがディズニーリゾートは、ベビーカーで行ってもスタッフさんが細かく対応してくれたり、赤ちゃんブースもあってミルク用のお湯がもらえたりとか、離乳食も売っていったりするから小さい子供でも、ね、連れて行って行ってもすごく助かる大好きなとことよく行ってましたと、今はもう年パス持ってないし、コロナ禍になったり私たちの生活も変わったから約3年以上ディズニーリゾート行けてないですけど、また行きたいなとずっと思いますと、はい、ちなみに私はドナルドダックとチップ&デールが大好きですと、チンコは好きなテーマパークありますかと、ごめんないですあでもまあなんだろうね、ないなごめんね。なっちゃんはですね、新潟県の隣の市サントピアワールドって初めて聞きました。サントピアワールドっていう遊園地があります。コロナ禍でクラファンして、あ、存続できた、思い出深いたくさんある遊園地。息子が4歳くらいの時に連れて行ったところ、小雨の中で人もバラバラまばらな日でした。お化け屋敷のとこにいた従業員のおじさんにおいでって話しかけてくれたのですが、息子は怖がって拒否すると、おじさんが、電気全部つけてあげるから怖くないよと。私の友人の娘はそんなお化け屋敷見てみたいと乗り気になったのですが、息子がガチ泣きで拒否し、残念ながらできませんでした。全部ね、電気つけてあげるから意味ないじゃん。そんな田舎ののんびりした遊園地っていいじゃないですか。そういえばアイスマンのテレビロケで黒田さんたちが浅草の花屋敷に行ったのをすごく覚えてますと。行きましたね。高校生だったので、その後夏休み遊びに行き、3人が乗ったジェットコースター乗ったなと、友人とあれこれ楽しんだのもいい思い出でした。乗りましたね、僕ね。めっちゃ怖かったですね。だからそれ乗る前に、僕まあまあへっちゃらだったんですけど、ロスかな、ロスでなんか遊園地バイキングみたいな、あの機械で止めるんじゃなくて人力で止める、お兄さんの気分次第みたいなバイキングがあって、全然止めろよっつっても止めてくれなかったので、本当に落ちそうになったんだから、だからそうか信用できなくなった、そういうものか、ちょっと曲いってから、まあ、お知らせと残りいきましょうかね。ミュージックビデオ動画何しましょうかね。じゃあなんとかランド曲ってあったかな、俺なんかねえかな、ヒント。その USJ で何歌ってたんだろう俺。バカちゃん何がいい曲。なんすか。スーパーファンタ。じゃあスーパーファンタ、どのスーなんかのアピアかどっか、なんかのスーパー、66のスーパーファンタしましょうか。じゃあやったか覚えてないですけど、やってるよね。はい、どうぞ。
心が踊り出すときめきを欲しがれ、そんな未来目指してまだ楽しみが止まらないように、 Say hello Superfuckers、キラしていたいのさ、大好きな君に何度でも会いたいんだ、宝物を増やすのだ、ポップコーンのほう、 Let's get on la 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 baby、 Let's get on la 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 baby、 天才がられてくれる手へとの言葉にメロンだって、 Let's get on la 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 baby、 Let's get on la 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 baby、 ご飯食うの忘れて夢中になれるような、 So everyday 目指してまだロシア止まらないように Say hello Super Fantas Oh go Say hello Super Fantas 想いの叫ぼう叫ぼう Say hello Super Fantas 最高な Say hello Super Fantas、はい、聞いていただいたのはスーパーファンタスティックでした。じゃあちょっとあと2通ほどいきましょうかね、あやちゃんですね、好きなテーマパーク大阪のニフレル、なんすかそれ、太陽の塔がある万博記念公園エキスポシティにあって、いろんなテーマで動物に触れ合えるところです。でも動物園とちょっと違うコンセプトのテーマパークなんです。いろんな〇〇に触れるがテーマのコーナーがあって、アートっぽい展示だったり動物が自由に歩き回るところがあったり、そんなに広くないけれどいろいろ楽しめますと、屋内なので雨の日でも大丈夫、デートにも一人でゆっくりしたい時にもおすすめ、転勤してから行けないので大阪でライブがあったら行きたいなと。に触れる、エキスポがあったところ、昔行ったな、そうそう、場所は分かります、はい、なんか触れるっていうのはいいですよね、そういうのね、はい、
じゃあ最後かりんちゃんですね。好きなテーマパーク、読売ランド。うん、昔近くに住みよく訪れてました。今わかるかわかりませんが、地元民だけに知る山が上がっていく裏口から入り、ジェットコースターのバンテッドや長距離が走るゴーカートは、山々を目で楽しめ、住んでいた地域も見えるので、特に大好きでした。向こうが丘遊園惜しくも閉園しましたが、お、そうなんですか。読売ランドはバンデットの逆走や夜の走行を企画してエリア感出たりし、10月から春まで世界的照明デザイナー、石井素子さんのプロデュースの宝石色に、LED が輝く、ジュエルミネーション、で、違った楽しみ方ができるようになって頑張っていますという。はい、まあ、僕もこの間ねゴルフ行った、その東京読売行った時に、まあ、車で、はい、向こうが丘遊園といえば、まあ、向こうが丘遊園に行ったことはないですけれども、向こうが丘遊園の駅前の喫茶店によく僕行ってたんですけど、それ友達がバイトしてたから、うん、で読売ランドね、うん、あの地元っていうか、僕はその小田急線沿いに住んでた時はランドって言ってたんですよ、その辺りをランドって。読みで外してて、稲城市でしょ、うん、わかります。はい、そうなんだ、ありがとうございました。それではお知らせです。ぼっちり団が、今週の25日、はい、で4月29日から三昧もビデオ見ようぜほか、配信計画準備中とゴールデンウィーク、はい、あとあれはいつするんですか、ハピバ。ハッピーバーね、4月中なんで。まだ。ちょっと、ね、じゃあ後でいいや。はい、そうですね。はい、で5月12日はフラワーズロフトで黒沼初スペシャルいろいろライブ、はい、やります。やべ、練習しなきゃ。で5月13日写真展イベント黒田京都、はい、今日見た場所はどっかでやると思いますんで、はい、で66ライブと。いろいろ計画しております。で10日、そうなんですよ、6月10日ね、テイラーのアーティストラウンジで、はい、またトリオライブやりますんで、生々しいやつで、まあ、11日が写真展イベント、17が宮崎か、あの宮崎なんですけど、僕の友達がもしかしたらゴルフしに行きたい、なんかこの間言ってたんですよ。それはもう来てもいいけど勝手にしてくれって言ってあるんで、ね、で来週の放送はですね4月30日、はい、18時からお届けします。ありがとうございました。ちょっとこの後ハピバ撮るんですけど、その時にまた、何月、あ、4月の何日か、ね、分かるんで、まあ、でも、あ、多分もう出てると思いますが、はい、ね、じゃあラストはですね、さっき、まあ、あのぼっち歌ってたやつもあるんですけど、僕もミュージックビデオが好きなんでしょうね。ラストはファイターです。お相手は黒田光弘でした。また来週、バイバイ。僕らは戻れない時間を旅して
て何度も何度もくじけそうになる。それでも戦うのさ、今を生きる戦士たちよ。だからこの胸におごれ叫ぼう、頑張れ頑張れ自分よ頑張れ。明日は必ず来るから、思いを貫いて We catch the light。 例えば「この世になけりゃ争いばかりだろう」「I love you singer song」「風よ吹け大地を育て」あなたの声を聞かせて、僕らは戻れない時間を旅して、何度も何度もくじけそうになる。それでも戦うのさ、今を生きる戦士たちよ。涙を流そう思い切って、最後の命の日が消えるまで。生きるって難しいな、ならば楽しいを探しに We catch the light。それでも戦うのさ、今を生きる戦士たちよ。だからこの胸におごれ叫ぼう、頑張れ頑張れ自分よ頑張れ。明日は必ず来るから、想いを貫いて空より高く、信じる気持ちは海より深い。生きるって難しいな、ならば楽しいを探しに We can change the light。